全部が全部刺激的な体験でしたし、スピード感とても新鮮で、ある意味運命のように一緒に一度貴重な体験、ドキドキが、 GT 車両との距離、6分の1、緊張してる間がないというか、力っていうのも勉強の人がたくさんあるなっていう、明日につなげていこうと思います。僕たちと同じような熱量を感じてもらえたらいいなと。日産メカニックチャレンジライブ、いよいよ始まりました。2021年度スーパー GT 開幕戦ということで、今回はここ岡山国際サーキットから生ライブでお届けしています。私は本日 MC を務めさせていただきます、日産ミスフェアレディの河野真由子と申します。本日はよろしくお願いいたします。そして日産京都自動車大学校一級自動車工学科4年、高橋優香です。よろしくお願いします。今日はこの2人で番組を盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。温かい拍手をありがとうございます。今回の配信では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、私たちはマスクを着用しながらの配信とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。ところで河野さん、はい、日産メカニックチャレンジって、メカニックチャレンジライブって一体どんな番組なんですか？そうですよね、そもそも日産メカニックチャレンジって何ってわからない方もたくさんいらっしゃいますと思うので、番組の中心となって企画を考えていただいた日産京都自動車大学校の田中篤校長にお話を伺っていきたいと思います。田中校長、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。田中校長、この日産メカニックチャレンジライブとは一体どんな番組なんですか？はい、もともとですね、日産メカニックチャレンジ自身は、日産自動車大学校が、学生たちに真の車の楽しさだとかワクワク感を伝えるために、2012年からスーパー耐久で、この活動を始めてきました。で、その活動の中で、例えば諦めない気持ちだとかチームワークだとか、そういったものをですね、ずっと7年間活動を続けてきました。そしてですね、2019年からは、その活動を、全国の販売会社のメカニックに広げて、販売会社のプロのメカニックにも参加いただくようになりまして、日産校の学生と、それから販売会社のテクニカルスタッフ、彼ら全員がチームに参戦することで、日産圏全体の人材育成プログラムという活動で今やっております。で、今回のライブはこの活動をですね、多くの日産ファンの方に、もしくはレースファンの方々に、知っていただくために、ライブでお送りしようと。で、しかも、こういった今日今我々がいるゲストエリアだけじゃなくて、ピットもですね、つなぎながら、そして明日はですね、日産のグローバルギャラリーの、パブリックビューイングもつなげながら、リアルに、生配信でつなげていきたい、これが日産メカニックチャレンジライブの、見どころだと思ってます。なるほど、ズバリこの番組の見どころは今ご紹介した通りですね。ありがとうございます。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのは我々だけではありません。日産メカニックチャレンジに参戦する GT300 リアライズ日産自動車大学校 GTR56 号車のピットにいる日産愛知自動車大学校の石原芽衣さん、お願いします。はい、こちら56号車のピットからお届けするのは日産愛知自動車大学校自動車整備科2年石原です。よろしくお願いします。ちなみに私はピットマネージャーの役目で56号車をサポートします。56号車といえば去年シーズン初優勝を果たしたのですが、みんな気合は入っていますか？おー、ありがとうございます。ということで以上56号車のピットでした。お返しします。
石原さん、ありがとうございます。田中校長、皆さん気合い入っていましたね。まあ、なかなか予選前ってことでね、ここで気合い入れてもらわないと困るんで、やっぱ我々あのディフェンディングチャンピオンですから、あのしっかり頑張ってほしいと思いますね。そうですね、気合が入っているのはピットだけではありません。私たちがいるこのゲストエリアの皆さんもとっても気合が入っています。皆さん気合入っていますか？ここでゲストエリアについて少し紹介したいと思います。日産愛知自動車大学校、久保川くん、お願いします。日産愛知自動車大学校マスターメカニック科3年久保川雅弘です。今回私は私たち学生スタッフが活動しているホスピタリティエリアというところを紹介したいと思います。とこちらのエリアは協賛していただいているパートナー企業様をお迎えする日産自動車大学校ホスピタリティエリアです。学生スタッフはこのエリアでお食事と飲み物をの提供をしています。一連の流れをちょっと再現しましたので、こちらの方にカメラお願いします。はい、ありがとうございます。このような感じでお客様にお菓子とお飲み物とお昼ご飯などを提供させていただいてます。で、今回のプロジェクトでは学生一人一人が主体となってお客様に最高のおもてなしができるように私たちは努力しています。以上です。久保川さん、ありがとうございました。日産の学生の皆さんの支えがあってからこそのゲストエリアなんですね。それでは皆様、本日も盛り上がっていきましょう。ということで、日産メカニックチャレンジライブは2021オートバックススーパー GT の舞台裏で活躍する人たちに目を向け、新しい視点からモータースポーツのディープな情報をライブでお届けしたいと思います。このようなスケジュールで行っていきたいと思います。シリーズ全8戦、予選と決勝の2日間、レースの直前と直後の2回の配信とさせていただきます。またこの番組は画面下にございます、各社様よりご協賛をいただいての配信となっております。日産メカニックチャレンジライブ、いよいよ始まったわけなんですが、第1回目の今日はこの番組にふさわしい企画から始めたいと思います。番組にふさわしい企画って何ですか？普通のレースの中継といえば順位とか勝敗を伝えていくものなんですが、この番組に関してはレースの舞台裏で活躍する人たちをメインに取り上げて、別の角度からモータースポーツの魅力を伝えるという大変深い番組になっています。ある意味マニア向けってことですよね。舞台 裏を掘り下げるという意味ではマニアックかもしれません。でも普段は注目されていないけど、実はすごい技術を持ったり才能を持った人たちがたくさんいて、この華やかなレースを支えているんです。まさに縁の下の力持ちってことですよね。なんか夢がありますね。そうなんです、夢もありますよね。前置きがすごく長くなりましたが、題して日産チーム縁の下の力持ちを探せというタイトルで進行していきたいと思います。拍手ありがとうございます。今年の日産は GT500 が4台と、昨年優勝した GT300 の56号車を含め5台がエントリーしているんですが、その中から縁の下の力持ちを見つけていきたいと思います。でもすごいたくさんの人たちがレースを支えているんですが、どうやって探すんですか？ご安心ください。日産チームに顔が広いあの方に協力を頼んでおります。あの方ですね。そうなんです、あの方です。それではピットエリアの石原さん、バトンを渡しますのでお願いします。はい、
バトンを受け取りました。私は今ニスマのピットエリア前に前にお邪魔しています。日産チームに顔が広いあの方といえばニスモエグゼクティブアドバイザーのミハイル・クルムさんです。はい、こんにちは。皆さんこんにちは。岡山から。はい、クルムさんは日産チームに顔が広いということですか？本当ですか？まあ昔結構レースはちょっと23号車とか22号車のニスモでもう本当に長い歴史でやってるんで、でもう今最近、今年はエクセキティブアドバイザーっていう仕事をやってるんで外から手伝うっていう感じで、元ドライバーとしてコースに立って、うちの敵は何やってるでしょうかっていう秘密の情報を探してます。だいたいどのコーナーで例えばカンタっていうのを何速で走ってるとか、このラインで走ってるとかで、そういう現場の情報を持っていってチームにそれぞれ行ってとか、ちょっと車高がもうちょっと低くできるじゃないかなっていうのはいろんな意味で、アドバイスするっていう仕事ですね。ありがとうございます。とても心強いですね。早速クルムさんに質問です。まずクルムさんは日産チームでどのような役割なんですか？じゃあそれでは続きまして日産チームの縁の下の力持ちを教えてください。あ、次の人を紹介しましょう。はい、渡辺亮は、TT3 の担当でいろんなやってるんで、今日はこれから勝負になります。 TT3 のだから結果出ないとこっちに持ってください。はい、クルム、はい、クルムさんありがとうございます。ということで渡辺さんのもとへ、はい、失礼いたします。日産チームの縁の下の力持ちを探す企画なんですが、一体どんな仕事をしていますか？はい、私はですね GT3 で、GTR の、カスタマーサポートを行っております。 GTR で、参戦していただいている、チームの方のサポートをするのが私の仕事になります。はい、ありがとうございます。ちなみに特技とかってあったりしますか？特技と趣味なんですけど今散歩にハマってます。はい、ありがとうございます。最近嬉しかったことなどありますか？嬉しかったこと、まあ、いろいろあります。一番嬉しかったのは昨年ですね56号車が、GT300 でチャンピオンを取ってくれたこと、まあ、これが一番嬉しかったことですね。ありがとうございます。逆に辛かったことなどはありますか？まあ、辛かったことはですねやはりレースで結果が出ないということになるとですねまあ、チームの皆さんからもですね厳しい言葉もいただきますので、まあ、そういったところもきつい厳しいところですね。はい、ありがとうございます。仕事のやりがいなどは、まあ、仕事はですねやはりまあ、レースというのはですね毎回いろいろ結果が出ます。まあ、勝ったりですとか、まあ、あと順位もですね上がったりですとか、まあ、そういったことで結果が見えるので、まあ、そういったことがやりがいですね。はい、ありがとうございます。では最後に今年の抱負をお願いします。はい、今年もですねシリーズ2連覇目指してですね、まあ、我々が一生懸命サポートして、チームの方がですね結果出していただけるように、やっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ということで縁の下の力持ち渡辺さんでした。ゲストエリアの河野さんお返しします。石原さんありがとうございます。縁の下の力持ちをご覧になってどうでしたか？高橋さんはとても華やか、レースって華やかなイメージがあるんですけど、やっぱりたくさんの人に支えられてレースが成り立っているんだなっていうのを改めて実感できました。本当ですね。この番組は舞台裏をどんどんスポットを当てて、はい、配信していきたいと思いますので、これからも日産チームの縁の下の力持ちをどんどん見つけて紹介していきたいと思います。さてここで武装の長島様が番組の応援に駆けつけてくれました。長島様お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は応援に来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。まずは武装について教えていただけますでしょうか？そうですね、うち武装はですね、日産車専用の、エアロパーツメーカー
になってます。で、まあ、純国産にこだわってまして、で、まあ、デザインから製造すべて、日本国内で行ってます。で、まあ、その品質も認められて、まあ、最近では全国の日産ディーラーさんで取り扱っていただいているような、メーカーになってます。なるほど、純国産ということですね。特におすすめのパーツなんかはありますか？まあ、今、まあ、開発中なんですけれども、まあ、日産の中でもすごい人気のある、今新型ノート、それ専用のエアロパーツを今開発してまして、それが、6月に発売予定になっておりますので、まあ、気になる方はうちを取り扱っている日産ディーラーさんの方で問い合わせていただければなと思います。はい、ありがとうございます。発売されたばかりの新型ノートに付けられるエアロパーツを6月に発売予定とのことですので、ノート、新型ノートを買われた方、ぜひ武装のパーツも見ていただければと思います。長嶋さん、最後に応援メッセージをお願いしたいのですが、よろしいですか？わかりました。我々武装はですね、昨年から、24号車の方、ロゴ貼らせていただいて応援させてもらってるんですけれども、今年は去年に引き続きさらに、全力で応援してまいりますので、頑張ってください。ありがとうございます。武装の長嶋様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、この後いよいよ午後2時から予選がスタートするのですが、ここで56号車の日産メカニックチャレンジの様子を見てみましょう。ピットの石原さん、お願いします。はい、こちらは56号車のピットです。予選を前に京都日産の重村さんと日産愛知自動車大学校の深谷さんに話を聞いてみたいと思います。もうすぐ予選が始まりますが、自分の役割を教えてください。レース交換した後のタイヤのメンテナンスをさせていただいてます。ありがとうございます。56号車の掃除だったりタイヤの掃除だったり、基本的にはお手伝いをさせていただいてます。はい、ありがとうございます。では、実際にレース会場に来てどんな気持ちですか？なんか観客としてやったら学生の時に来たことあったんですけど、こっちは初めてなんですごい緊張してます。いざここに来ると予選も難なく突破して優勝してほしいっていう気持ちと、あと迷惑はかけちゃいけないなっていう気持ちがあります。はい、ありがとうございます。では最後に56号車のチームの一員としてどのように貢献したいですか？とりあえず迷惑はかけたくないっていうのと、あと私ができることは限られてるんですけど、まあ、みんな優しく教えてくれはるんで、これをちょっとこれからの後輩たちに伝えていって、なんか整備士ってこういう仕事なんやなみたいなことを伝えれたらいいなと思ってます。自分たちにできることをしっかりやって積極的に動いて頑張っていこうと思ってます。ありがとうございます。私も今回はピットマネージャーの役割でレースに参加するのですが、ピットの中に入ることが初めてで、ピットマネージャーという貴重な役割を体験させていただくので、悔いの残らないようにたくさん学ばせていただきます。以上、56号車のピットでした。河野さん、お返しします。石原さん、ありがとうございます。まもなくこの後午後2時より予選がスタートいたします。ここで一旦番組はお休みして、予選が終わる午後3時30分頃に第2回目のライブ配信を行いたいと思います。レースの状況によって配信時間が前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。予選は一体どんな戦いになるのでしょうか。楽しみですね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。
全部が全部刺激的な体験でしたし、スピード感とても新鮮で、ある意味運命のように一緒に一度貴重な体験、ドキドキが、 GT 車両との距離、区分の1、緊張してる間がないというか、チームの力っていうのも、勉強のことがたくさんあるなっていう、明日につなげていこうと思います。僕たちと同じような熱量を感じてもらえたらいいなと。皆さん大変お待たせいたしました。日産メカニックチャレンジライブのお時間です。本日2回目の配信となります。本日 MC を務めさせていただきます、日産ミスフェアレディの河野真由子と、そして日産京都自動車大学校一級自動車工学科4年高橋優香です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは冒頭になりますが、本日第1回目の配信がこちらのシステムトラブルによりご覧いただけない状況でした。大変申し訳ございません。第1回目の配信の模様はアーカイブとして残る予定ですので、ぜひ後ほどそちらをご覧いただければと思います。大変申し訳ございませんでした。さて、2021オートバックススーパー GT ラウンド1岡山国際サーキット、つい先ほど予選が終了いたしまして、予選の結果このようになりました。まず GT500 クラスです。今回 GT500 クラスは少し苦戦してしまいましたね。明日の決勝に期待したいと思います。そして GT300 クラスの結果がこちらです。じゃん、なんと11号車ゲイナータナックス GTR が見事ポールポジションを獲得いたしました。こちらゲストエリアも大変盛り上がっております。そして第4位が56号車リアライズ日産自動車大学校 GTR、 そして11位が15号車のゲイナータナックスウィズインパル GTR、 そして第16位が48号車植毛ケーズフロンティア GTR と、このような結果になりました。それでは早速56号車のピットの映像をご覧いただきたいと思います。石原さん、お願いします。はい、こちら先ほど予選が終わったばかりの56号車のピットです。日産メカニックチャレンジに参加した日産大阪の岩橋さんと日産京都自動車大学校の古市さんに感想を聞いてみたいと思います。では最初に自分の仕事を振り返って良かったことは何ですか？今日頼まれたことや教えていただいたことなど、大きなミスなく作業をこなせたので良かったと思っています。チームの一員として、できることを精一杯今やらせていただいているので、感謝しています。ありがとうございます。では明日の課題をお願いします。今日大きなミスがなかったのが良かったんですけど、その教えていただいたこと以外にも一歩先二歩先行けるような作業ができるように心がけて頑張っていきたいと思います。明日はレースをただ見ているだけじゃなくて、自分ができることを一個でも探して自分から動けるようにしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では明日も引き続き頑張っていきましょう。以上56号車でした。続いては GT500 の12号車チームインプロのピットへ行ってみたいと思いますので、ここで一旦ゲストエリアの河野さんへお返しします。石原さん、ありがとうございます。それではこちらのゲストエリアで運営スタッフをしていた学生の皆さんの声も聞いてみたいと思います。皆さん今回は横断幕を手に集まってくれました。皆様見えていますでしょうか？すごい盛り上がっています。それでは学生さんを代表して前田さん、お願いします。よろしくお願いします。さて、今日の仕事の感想を教えてください。はい、慣れない仕事でしたが、自分たちのリズムでしっかりと活動することができて大変良かったと思います。明日は決勝ですが、リストエリアから明日の意気込みをお願いしたいと思います。はい、明日も引き続き頑張りますので応援のほどよろしくお願いいたします。明日も頑張るぞ。おゲストエリアの皆様ありがとうございました。それではピットエリアの石原さん、そちらの様子はどうですか？バトンをお渡しいたします。はい、来た。
はい、こちら12号車チームインパルのピット前にやってきました。ドライバーの平峰選手に話を聞いてみたいと思います。開幕予選を終えた感想をお願いします。はい、カルソニックインパル GTR の平峰です。今予選を、まあ、終えてまだ少ししか時間経ってないんですけど、結果はまあちょっと Q1 突破できなかったんですけど、まあ、今の自分たちの現状の力を知れたかなと思います。まあ、本来ならね、もっともちろん前で予選を終えたいところではあるんですけども、とにかく僕らの強みである最後まで諦めないっていうのと、明日もねがっつり攻めの走りでいけるように今チームと話し合ってたところです。はい、ありがとうございます。ちなみにマシンのコンディションはどうでしたか？そうですね、朝のフリー走行から、まあ、いい状況も感じ取れていたんですけど、あとはまあ微調整ぐらいの、感じでありましたね。はい、ありがとうございます。平峰選手ありがとうございました。明日も引き続き頑張ってください。はい、続いては3号車のピットへ行ってみたいと思います。このまんま、はい、しながら繋がってるよ、ずっと繋がったまんま、はい、3号車もこうだよ。3号車さて、3機4機に5機を奪います。この後はサポートレースに絞られます BTJ ポルシェ大発野菜今シーズン第3戦の決勝です。ではこちらが3号車になります。3号車のピットにやってきました。田中俊和監督に話を聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。開幕予選を終えた感想をお願いします。予選はちょっと厳しかったよね、日産勢としては。今、まあ、300もそうなんだけど、500はタイム見てもらうと分かると思うけど、本当にコンマ1秒でその Q1 に残れるか残れないかっていうのが決まるような、そういう戦いなんで、うちの3号車でいうと、まあ、コンマ1、あとコンマ1あったら残れたのね。だから、まあ、ベースは上げなくちゃいけないんだけど、まあ、ちょっと足んなかったね。ありがとうございます。次にマシンのコンディションはどうでしたか？車のコンディション、はい、車は3号車はこの、まあ、シーズンオフにねテストがあるんだけれども、この岡山の前に富士の合同テストと、その前に岡山の合同テスト、この、まあ、2回がシーズンに向けて最後の調整の、テストの機会なんだけれども、そこで、車にちょっと不具合があって、2回ともね、1回は不具合で、もう1回は他社に接触されて、それでまあ車に不具合が出たんだけど、なかなかその不具合の原因が見つからなくて、だいぶ苦労したんですよね。それで前回の富士の後に走り、終わった後に車をまあ全部、まあ、もちろん分解してね、それで全部その計測し直して、不具合が見つけるのにね、だいぶ苦労したんですけど、やっぱりそのメカニックが、まあ、本当にこの今のレーシングカーって精密機械みたいなもんだからね、まずそのなんていうのかな、計測、寸法、正確に寸法を測って正確に組み付けるっていうことがすごく大事なんね。で、少しの違いですごく大きな違いになったり、車のフィーリングが変わったり、例えば振動が出たり、そういうことがあるんだよね。
だからそういうことをガレージでレース場に来る前に車のメンテナンスをやるんだけど、そこがまあすごく大事で、ここはもう本当にメカニックがすごくね細かいところをこだわってやるんだけど、まあその成果がちゃんとやればちゃんとやっただけ出てくる。だから3号車はそういうメカニック の工場でのメンテナンスの甲斐もあって、その前の2回のテストでは結構問題を抱えてたんだけど、それがまあ解消して、だからまあちょっとね予選では少しだけタイム足りなかったんだけど、車としてはいい方向に行っていて、まあ我々は決勝を見据えたねタイヤを使ってるんで選んでるんで、まあ決勝は後ろからね追い上げていければいいなと思います。で、まあ3号車だけじゃなくて、まあ23号車も少し不具合が予選の時にちょっと不具合が出て、でまあ落ちちゃったんだけど、あと12号車もね4台24号車も含めて決勝を見据えたタイヤを選択してるから、まあ後ろから4台でね1台でも多く食っていいレースをしたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。田中監督ありがとうございました。明日も頑張っていきましょう、はい、ありがとうございます。はい、続いては24号車のピットに行こうと思います。ということになるんですが、まあしかし他のプロクラスのドライバーですね、まあそれにマッチャーをつける、ちょっとこの様子を中継しながら、この様子を少し中継して、はい、今ちょうど整備しているところなんですけど、あ、すみません、今ちょうどこんな感じで今直しているところですね。続いては24号車のニスモの佐々木大輝選手の話を聞いてみたいと思います。お願いします。はい、まず最初に開幕予選を終えた感想をお願いします。まあ、そうですね、まあ、ちょっと日産陣営としては厳しい結果とはなってしまいましたけど、まあ、自分たちとしても、テストでやってきたことを、まあ、しっかり積み重ねて、まあ、今日の予選でしっかり、まあ、確認できたので、まあ、もちろんポジションは良くないんですけども、まあ、今後のレースに向けてしっかりデータも取れているので、まあ、そういう意味では、まあ、ポジティブな要素もあったし、まあ、今後に向けて、しっかり完全していって、まあ、今後の予選であったり明日の決勝レースに向けて、しっかり見つめ直していければ、まあ、必ず結果はついてくるなと、思っております。はい、ありがとうございます。次にマシンのコンディションはいかがでしたか？そうですね、まあ、少しやっぱり、気温もテストの時よりも上がってきて、ちょっと合わせ込みができない部分もありましたけど、まあ、逆にこういうことで、まあ、新たな発見もあるし、まあ、レース後半というか今後に向けて、しっかり、テストとしてデータが取れたので良かったかなと思います。はい、ありがとうございます。佐々木選手ありがとうございました。はい、明日も頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい、56号車の2人、はい、では続いて56号車の藤波選手と JP 選手からの話を聞いてみたいと思います。まず開幕予選を終えてその感想をお願いします。はい、そうですね、まず今日予選行われたんですけど、Q1 4位で Q2 の JP 選手も4位で、思ってた以上に非常に好位置に、つけたので、ね、明日の決勝は楽しみです。まあ、そしてですね、今年もね、ディーラーメカニックさんだったりとか、日産自動車大学校の学生さんも一生懸命、ピットの中でいろんなことをね、指示を受けながらすごく一生懸命やってくれているので、その信頼もねすごくあって、僕らもね、何もね不安なく走れているので、その思いもね乗せて明日また頑張っていきたいと思ってます。はい、
じゃあ、予選は、4番で、それはいい結果。今日は朝、わかんないの、どのぐらい、今回。でも、明日は長いレース、82周。すごい岡山難しいのレース。そう、セーフティーカーもチャンス多い、ある。でも、いいストラテジーして、あとタイヤ気をつけてあと頑張ります。ありがとうございます。はい、続いてマシンのコンディションは今日いかがでしたか？そうですね、コンディションは本当に良くて、あと本当にねトラブルもないですし、ちゃんとしっかりね皆さんメンテしてくれてるので、なんとかねその車でね JP 選手と何が何でもね好位置なんで、まあ、持ってた以上の順位だし、なんとか開幕戦からねどんどんプッシュして、皆さんにねおーっていう感じの姿をね見せていけたらなって思いますね。はい、はい、マシンのコンディション、マシンはいや今日朝少しだけアジャストして、でも、うん、最終からいいで、ちょっとだけアジャストでも、いや、ヨネさんはすごいいい仕事して、車バランスは、あとはレースは自信あります。はい、ありがとうございます。明日の決勝の意気込みを最後にお聞かせください。はい、ですね、まあ明日4位からということで、本当にねすごいチャンスがあると思いますし、今もちょっとねピットでねディーラーさん、メカニックさんだったりとか、学生のね皆さんが一生懸命ねこうねいろいろ整備だったりとか指示受けながらやっていたくれているので、それをね僕らもね目の当たりにしてるんで、なんとかねまあねちょっとね苦しい部分もあったりもするんですけど、まあそういうの見たらやっぱ頑張ろうって気持ちになれるし、信頼もねできてるんで、なんとかねチーム一丸となって気合入れて僕らも走りたいと思いますので、 JP 選手と一緒に、はい、なので皆さんねライブの向こうからたくさんの応援の方よろしくお願いします。頑張ります。明日もっと少しだけもっと前できるかな、わからない。でも頑張ります。いい、レースして、それだけ、はい、ありがとうございました。では以上ピットエリアからでした。ゲストエリアの河野さんお返しします。石原さん、ありがとうございました。すごく臨場感のあるピットの様子が見れて、こちらもすごくホッとしています。さて名残惜しいんですが、そろそろ番組も終わりのお時間が迫ってまいりました。ここでお知らせがございますので、高橋さんお願いします。はい、明日日産グローバル本社ギャラリーの日産ホールでは、明日11日に決勝レースのパブリックビューイングを開催いたします。レース前にはトークショーやプレゼントが当たる抽選会など楽しいイベントが盛りだくさんです。参加するには先着140名様で、明日朝10時30分より整理券を配布いたします。詳しくは日産自動車公式ホームページイベント情報をご覧ください。皆様のご参加お待ちしております。高橋さん、ありがとうございました。高橋さんは番組の MC の経験初めてだと思うんですが、どうだったですか今日は？もうすごく緊張したんですけど、もう私たち学生の活動やメカニックチャレンジの活動を皆さんに知っていただく機会ができてとても嬉しかったので、明日も学生このホスピタリティエリアとテクニカルの分野で頑張っておりますので、学生の応援もよろしくお願いします。はい、ぜひ明日もよろしくお願いいたします。さて明日は決勝戦が始まる前の12時45分より番組を配信する予定でございます。こちらのフリップもご覧ください。レース進行によっては配信時間が多少前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。
全部が全部刺激的な体験でしたし、スピード感とても新鮮で、ある意味運命のように一緒に一度貴重な体験、ドキドキが、 GT 車両との距離、100分の1、緊張してる間がないというか、チームの力っていうのも、勉強のことがたくさんあるなっていう、一緒につなげていこうと思います。僕たちと同じような熱量を感じてもらえたらいいなと。こんにちは。今日も日産メカニックチャレンジライブ岡山国際サーキットから生配信でお届けしています。私は本日司会進行を務めさせていただきます日産ミスフェアレディの河野真由子と申します。そして日産京都自動車大学校一級自動車工学科4年高橋優香です。よろしくお願いします。今日はこの2人で MC を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日ここ岡山国際サーキットは気温も20度近く上がりすごく暖かいですね、うん、で今日は開幕戦の決勝ということでこの後1時30分からはスタートするのですが、すでにスターティンググリッドには昨日の予選中にマシンが並べられています。とても賑やかですね。賑やかですね。今日はゲストの方、また日産自動車大学校の学生がたくさん応援に来てくれています。皆さん盛り上がってますか？じゃあ例年ですと一般のお客さんもスターティンググリッドに入ることができるのですが、今回は新型コロナウイルス感染症の対策といたしまして、私たちは残念ながら入ることはできません。なのでこのスタンドから応援したいと思います。またこの中のグリッドの中の様子なんですが、日産愛知自動車大学校の石原さんに伝えてもらいたいと思いますので、石原さんお願いします。はい、日産愛知自動車大学校自動車整備科2年石原芽衣です。今スターティンググリッドの一番先頭部分に来ています。まるでお祭りみたいでとてもワクワクしています。早速中へ入ってみたいと思います。いつも画面の中で見ていたのでコース内に入るのは初めてなので少し緊張しています。順番出てるでしょ、それを見て3号車見つけて、はい、とても賑わっていてすごい本当にお祭りみたいでワクワクします。カメラが大変だから、はい、さあどうだろう、なんかお祭りみたいでワクワクしない？どうですか？すっごく人がたくさんいて本当に、はい、あちらの GT500 の3号車のクラフトスポーツモチュールさんにお話を伺っていきたいと思います。こちらですね。3号車じゃあここでちょっと1回3号車ここですね、はいはい、ただいま GT500 クラスの予選で10位だった3号車クラフトスポーツモチュールさんの GTR にやってきました。お話は誰に来てるんでしょうか？平手ドライバーがいないの。じゃあ次に行こうか。分かりました。じゃあ、今ね、話が聞ける人がいないんで、もっと先に行ってみます。話が聞ける方がいなかったので先に行ってみたいと思います。次がこちらの23号車ですね。23号車の方がモチュールのオーティックで、モチュールのオーティックでこちらが予選12位の23号車になっております。松田選手、松田選手、ではここで松田次雄選手に話を聞いてみたいと思います。お願いします、はい、ではまず最初にこの番組は日産メカニックチャレンジライブということでレッスンの舞台裏で頑張る人たちを応援する番組なんですが、松田選手にとってチームメカニックとはどんな存在ですか？
そうですね、まあ、やっぱりチームとメカニックは、まあ、僕たちは、ね、よくドライバーだけで走ってると思われがちなんですけど、やっぱメカニックがいないと車も走らせられないですし、あと、ね、まあ、スーパー GT で言ったらタイヤ交換とか給油があるので、まあ、そこの勝負もメカニックの、ね、皆さんがすごく頑張ってくれないと勝てないので、まあ、そういった意味ではすごく 大事なメカニックの方ですね。はい、ありがとうございます。他でなんか感謝を感じている時ってどんな時ですか？他に感謝を感じている時はどんな時ですか、ね、そうですね、やっぱりいろいろレースやってきて、まあ、去年なんかもそうですけども、まあ、やっぱりこう、まあ、僕がクラッシュした時にね、車直してくれて、でそのレースで優勝した時なんかは、まあ、本当にもうメカニックのみんなに本当感謝しましたね、はい、ありがとうございます。では最後に今日の意気込みをお聞かせください。そうですね、まあ、今日もね、ちょっと予選はあまり振るわなかったんですけども、みんなでね、力を合わせればかなり上位の方に行けると思うので、まあドライバー含めてね、メカニックのね、タイヤ交換含めてチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、松田選手ありがとうございました。ゲストエリアのコーナーさん、一回お返しします。石原さん、ありがとうございました。この番組は画面下の各社様よりご協賛をいただいて配信しております。さて、スターティンググリッドは大変盛り上がっているんですが、決勝前に盛り上がっているのはここレース会場だけではありません。横浜の日産グローバル本社ギャラリーの日産ホールにもパブリックビューイングでたくさんの日産のファンの皆様がお集まりいただいております。今回はそちらの様子を見てみましょう。日産ホールのミスフェアレディの田中さん、そちらの様子はどうですか？はい、私横浜日産ホールの田中です。こちらの日産ホールでも大変たくさんのお客様がいらっしゃっています。実はこのギャラリーのオープン前からですね、100名以上の方がなんとお並びいただいてまして、こちらの日産ホール満員御礼でございます。本日はですね、まあ、コロナウイルスの影響で声を出して声援することはできませんが、フラッグを振って皆さんで応援していきたいと思います。また今ですね、こちらのステージ上ではレース前にトークショーを行っていたり、レースの後は抽選会も開催予定でございます。以上、こちら日産ホールからお送りしました。岡山の河野さんにお返しいたします。田中さん、ありがとうございます。会場の熱気すごく伝わってきました。決勝戦のスタートまでもう少し時間がありますので、もう一度スターティンググリッドの石原さんを呼んでみましょう。石原さん、そちらの様子を教えてください。はい、はい、GT300 クラスで予選で見事ポールポジションを取ったゲイナーとタナックス GTR11 号車の前に来ています。ドライバーの安田博信選手に話を聞いてみたいと思います。お願いします。先にまずポールポジションおめでとうございます。ありがとうございます。今日の意気込みをお聞かせください。そうですね、まあ、1位からスタートできることはすごいプラスになってるんで、まあ、厳しいレースになると思うんですけど、まあ、優勝できるように全力でチーム一員となって頑張りたいと。ありがとうございます。この番組は日産メカニックチャレンジライブということで、レースの舞台裏で頑張る人たちを応援する番組なんですが、チームの勝利にはメカニックの存在は大きいですか？ものすごく半分以上それが関わっていて、やっぱ乗るドライバー安心できる、やっぱメカニックの人たちの協力がないと安心してブレーキも踏めない、アクセルも踏めないんで、やっぱそのメカニック一人一人の本当に技術は重要になるし、そのメカニックを信じてないと僕らもやっぱりレースはできない、すごい重要です。ありがとうございます。他に感謝してるところとかありますかね？いや、もう常に感謝はしてます。レース終わっても次のレースのためにもうすぐ準備に入って車も整備してるんで、まあ、チームのために優勝したい、自分のためにじゃなくてチームのために優勝したいっていう気持ちになりますね。はい、ありがとうございます。決勝も頑張ってください。安田選手ありがとうございました。ゲストエリアの河野さん、お返しします。石原さん、ありがとうございました。さて、
ここで嬉しい応援の方が駆けつけてくれました。 GT300 コンドレーシング56号車をサポートしてくださっているディープの営業統括部長三村さんです。三村さん、こちらにお願いします。はい、こんにちは、ディープ株式会社の三村と申します。弊社はですね、スマートフォンのアクセサリーを主に作っている国内の、メーカーになります。デザインや素材をこだわっている、特徴を持っております。なるほど、スマートフォンのケースの主に、はいはい、作られている会社です。そうです。これが一番おすすめという商品はありますでしょうか。はい、はい、弊社で今一番売れている商品の方をお持ち、しております。かっこいい、なるんですけども、アラミド繊維という素材で作ったケースになるんですけれども、はい、こちらはレーシングカーや、防弾チョッキなんかに使われる、特殊な素材になっているんですけども、こちらの方は非常に軽くて、丈夫であるという特徴を持った、ケースになっております。ものすごく軽くて、重さがもう約 10g ぐらい。 10g 軽いですね。はい、また見た目もハーモン調でとってもかっこいいですね。そうですね、アラミド繊維という素材なんですけども、実質製法としてはカーボンと同じような作り方をしているものになります。なるほど、はい、こちらは一体どちらに行けば買うことができるのでしょうか。はい、弊社のディープダイレクトという直販サイトでご購入いただけますし、はい、Amazon や楽天、一部の家電量販店でお買い求めいただくことができますので、ぜひよろしくお願いします。なるほど、こちらのスマートフォンケースは家電量販店や、あとはリーフさんのオフィシャルサイトで購入ができるということなので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。お願いします。最後に三村さんの応援メッセージをお願いいたします。はい、2年前の岡山が予選が確か8位だったと思うんですけど、今年はまあ4位ということで、両ドライバーからも力強いメッセージが先ほどありましたので、きっとやってくれるんじゃないかと思っております。この後しっかりと応援したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ディーフの三村さんでした。ありがとうございました。さて、そして日産メカニックチャレンジで今年も優勝を狙うコンドーレーシング56号車の様子もここで見てみましょう。スターティンググリッドの石原さん、お願いします。リアライズ日産自動車大学校 GTR の56号車からの、私たち日産大学校の仲間が旗を持っているので話を聞いてみたいと思います。スターティンググリッドで旗を持っている今の気持ちはどうですか。とてもすごく緊張します。もうこれからいよいよ始まるんだっていうことが感じられます。ありがとうございます。配信を見ている仲間にメッセージをお願いします。スタートは4番とすごくいいので、優勝を目指して頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではゲストエリアの河野さん、お返しします。石原さん、ありがとうございました。さて、こちらのフリップもご覧いただきたいと思います。まもなくこの後1時30分より決勝レースがスタートいたします。ここで一旦番組はお休みして、決勝が終わる午後3時30分頃2回目のライブ配信を行う予定でございます。またレース展開によって配信時間の前後する可能性がございますので、こちらあらかじめご了承いただければと思います。さて、決勝は一体どんな戦いになるのでしょうか。私たち2人もとってもドキドキワクワクしています。楽しみですね。楽しみですね。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバーイ。37番の、なんとか。
ございます。ありがとうね、学生のみんなありがとうね、ありがとうね。みんなの勝ちだよ、みんなの勝ち。どんな気持ちですか？チームがみんなが頑張ったので、この見事開幕戦で1位取れたと思うので、次からも頑張りたいです。とりあえずは、それでもこの今の喜びを 全力で全面出していきたいです。後藤君は、はい、最高の結果で終われてよかったと思います。深谷君、もうとにかく最初にもう こういう結果になってくれて、本当に今はホッとしてます。後藤君、正直信じられない気持ちでいっぱいなんですけど、僕らが関わったグルメがこうやって優勝に結びつけられて本当に嬉しいです。とても嬉しいっていう言葉、ただそれだけです。次も次戦もぜひ優勝を目指して頑張りたいです。石原さん、どんな気持ち？2連覇することができてとても嬉しいし、この優勝を生で見ることができてとっても気持ちいいし嬉しいです。いや、このなんか感動の瞬間に立ち会えて非常に嬉しいですね。後藤さんは？自分たちが整備に携わらせていただいた車が完走のみならずクラスで1位になれてとても感激しました。全部が全部刺激的な体験でしたし、スピード感とても新鮮で、ある意味運命のように一緒に一度貴重な体験、ドキドキが、 GT 車両との距離、6分の1、緊張してる間がないというか、チームの力っていうのも、勉強のことがたくさんあるなっていう、明日につなげていこうと思います。僕たちと同じような熱量を感じてもらえたらいいなと。日産メカニックチャレンジライブのお時間です。本日 MC を務めさせていただきます日産ミスフェアレディの河野真由子と、そして日産京都自動車大学校一級自動車工学科4年高橋優香です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回もこの2人で進化思考し司会進行を務めさせていただきます。さて、2021オートバックススーパー GT ラウンド1岡山国際サーキット、つい先ほど決勝レースが終了いたしました。ここで日産チームの結果を振り返りたいと思うんですが、なんと GT300 クラスリアライズ日産自動車大学校 GTR56 号車がなんとチャンピオンを獲得しました。さて、ゲストエリアはもちろん盛り上がってるんですが、ここだけではなく横浜の日産ホール、日産グローバル本社ギャラリーの日産ホールのパブリックビューイング会場は一体今どんな様子なのか、現地のミスフェアレディ田中さん、そちらの様子を教えてください。ございません。決勝レース最後ご覧になってどうでしたか、高橋さんは？私今まで4年生になって4回このレースに参加してるんですけど、私が担当してるレースで優勝したの初めてなの で、 そうなんです、ね、もうとても嬉しくって、いや初めての経験させていただきました。いや本当に嬉しいですよね。ちょっとそうですね、もう本当にこのゲストエリアだけではなく先ほどのスタンドエリアも私見てきたんですが、すっごい盛り上がっていました。で今ですね、日産グローバル本社ギャラリーでもこの模様をパブリックビューイングでご覧いただいていて、本日は140名様ほどのお客様にご覧いただいていた状態です。さて、それでは、はい、もう一度つないでみたいと思います。準備が整ったようです。日産グローバル本社ギャラリー日産ホールでパブリックビューイングを行っているミスフェアレディの田中さん、そちら
ちらの状況を教えてください。はい、私日産グローバル本社ギャラリーの田中です。皆様見えてますでしょうか。今ですねレースが終わりまして、ギャラリー内にもたくさんの日産ファンの方々がいらっしゃって応援してくださいました。で今ですね皆様ご覧いただけますでしょうか。こちらの日産グローバル本社ギャラリーではですね、今メインステージ上に何やら見たことのない車が2台展示してあります。今日産ギャラリーでは日産カスタマイズ2021という展示イベントを期間限定で行っています。今年は東京オートサロンが実施できませんでしたので、このようなカスタマイズカーを間近でご覧いただける唯一の場所でございます。こちらの展示イベント今月の23日までの限定公開になっています。ぜひ日産グローバル本社ギャラリーに足を運んだことのないという方いらっしゃいましたら、ぜひ日産グローバル本社ギャラリーで皆様をお待ちしております。ぜひカスタマイズカーも間近でご覧いただければと思います。以上、日産グローバル本社ギャラリーからお届けいたしました。岡山の河野さんにお返しいたします。はい、田中さんありがとうございました。パブリックビューイングもすごく盛り上がっていたと思います。また日産グローバル本社ギャラリーでは期間限定の展示車もご用意しておりますので、お時間のある方は足を運んでいただければと思います。そして突然なんですが高橋さんに質問があります。はい、レースで勝つために一番大切なことって何だと思いますか？そりゃもちろん速いマシンと速いドライバーの方だと思います。そうですよね、やっぱり皆さんは日の目を浴びるドライバーさんでしたり、まあ、監督の方、マシーンなんかすごく取り上げてもらってとっても大事なんですけれども、勝つために必要なのは実はチームワークなんです。そうなんです。で3本の矢の例えと同じで、マシーンとドライバーとスタッフのチームワークが勝利を生み出す秘訣なんです。確かに納得します。そうですよ、納得できますよね、はいはい、そしてレースなんですけれども、チームワークを学んで感動が体験できる人材育成として今注目されているんですね。それが日産メカニックチャレンジっていうことですよね。そうなんです、はい、日産メカニックチャレンジもその一つなんです。ということで、これまで多くのスタッフを育ててきた2人のベテラン工場に、なぜレースは人を育てるのかというポイントで話を聞いていきたいと思います。この番組ならではの深いコーナーってことですよね。そうなんです。それでは早速お話を伺っていきたいと思いますので、もうおなじみのピットエリアにいる石原さんにお願いしたいと思います。石原さんお願いします。はい、私は今12号車ピットの前に来ています。チームインパルは日産の熱いファンの方が非常に多いイメージですが、今回はピット内を見れる貴重な機会で嬉しいものではないでしょうか。それでは早速高橋工場長にインタビューをしていきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。高橋工場長はとても厳しい工場長と伺っていますが、どうしてですか？自動車レースはね、人の命もかかってるし、結局はこの1秒積み重ねで勝敗が決まる世界なんでね、そこの辺はちょっと甘えがあっちゃいけない、まあどんな仕事もそうなんだけど、はい、やっぱりそういうところでは厳しさがないとみんなが引き締まらないし、チームも盛り上がっていかない、はい、そんな風な感じで思ってます。はい、ありがとうございます。では次にメカニックの方々をまとめるにあたって重要なことは何ですか？白黒はっきりさせて、合ってても間違ってても、ね、躊躇しないで、はい、まあ、はっきり言うことだと思います。失敗したら失敗したで次直せばいいし、まあ、成功することもあるし失敗することもいろいろあるんだけど、まあ、それも全部全て経験なんで、次失敗したことは今失敗したことは次にね、繰り越さないように、進化させる、まあ、そこが どうしてもそういうふうに、ね、チーム全体まとめるにはその辺の判断がすごく必要だと思うので、重要視してその辺は考えてます。はい、ありがとうございます。高橋工場長ありがとうございました。はい、ありがとうございます。第2戦の富士戦も頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。では次に、はい、では次に近藤レーシングの24号車のピットに行っていきたいと思います。24号車がね、なしになったので56号車行ってみましょう。あ、じゃあ、変更が出たので56号車の方にピット行きたいと思います。はい、こちらが56号車のピットになりますね。で、
並んでる、もう一度改めて仲間に今の気持ちとかいろいろ成長できたこととか聞いてってください。こちら56号車の前にやってきたので、今回の岡山線を終えての特定の方々に聞いてみたいと思います。表彰式をご覧になる皆様でかなりグランドスタンドのところが密集しております。大変恐れ入りますけれども、皆様もう少し広がっていただきまして、密集しないような、まず古市さんからで、少しちょっと音待ちますね。例えば表彰式を行う前でございますけれども、表彰式の正面、グランドスタンド席かなり密集になっております。大変恐れ入りますけれども、もう少し横の方へと少しずつ広がっていただきまして、密集をですね、解消して、表彰式を行いたいと思います。ファンの皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。はい、では古市さんから質問していきます。今日の感想を最初お願いします。なかなか厳しい戦いになるだろうと予想していたんですけれども、運がいいというか、あとドライバーさんの実力により1位が取れてとても嬉しいです。ありがとうございます。で次に、今日のどんなところが成長できたと思いますか、この岡山戦を終えて。積極性というものが特に身についたスキルだなと思って、例えば指示を待ってるんじゃなくて、その作業してはる人の目線の先を見てどんな工具が選んではるかなどを先に考えて持っていくなどと、そういった積極性が身についたと思います。ありがとうございます。じゃ次に後藤さんで今日の感想をお願いします。とりあえず、こんないい景色が見られるとは思いませんでした。今とても、感心してやりがいを感じていました。ありがとうございます。次はどんなところが成長できたと思いますか。人にすぐに指示された時に、かなり自分は焦り癖があったんですけど、その癖がもう完全になくなったと言っても過言ではないぐらい、はい、治りました。はい、ありがとうございます。次にまた後藤さんからでお願いします。はい、今日の感想を最初お願いします。いや本当に最高の結果で終われてよかったと思います。はい、ありがとうございます。岡山戦を終えて成長できた部分はどこですか。自分のできる仕事を一生懸命やることで積極性などが成長できたと思います。はい、ありがとうございます。では次が深谷さんです。今日の感想を最初お願いします。とにかくもういい結果を残せたので、もうホッとするばかりです。はい、ありがとうございます。次に岡山戦を終えてどんなところが成長できたと思いますか。今回は作業も結構やらせていただいたので、そこでもう細かいところまで気を使って作業したり、あとは結構人の行き来が激しかったり、スペースも狭いので、と周りの人に気をつけながら作業をするといったことが自分の中で成長できたかなと思ってます。はい、ありがとうございます。では最後に伊藤さんに質問です。今日の感想を最初お願いします。はい、最終結果、優勝ということでできたのでとても嬉しく思っています。はい、ありがとうございます。岡山戦でどんなところが成長できたと思いますか。はい、成長できたと思ったところは、周りを見て行動するということで、先ほども深谷さんが言った通り動線を気にしたりですとか、他の人が、気にしてやっているところを、皆様大変ながらお待たせいたしました。それではただいまより2021オートバックススーパー GT ラウンド1高野湖のホテル岡山 GT300 キロレースの暫定表彰式を始めさせていただきます。はい、ありがとうございます。学生さんの皆様2日間お疲れ様でした。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から商店の直接の贈呈は、さて私も2日間のレポートを以上をもちまして終わりとなりました。それではまず初めてこのような体験をさせていただいて、最初はとっても緊張したのですが、無事に終わることができ本当に良かったです。貴重な体験をありがとうございました。富士の方も参加させていただくので、また頑張っていきたいと思います。番組を見てくださった皆様もありがとうございました。以上、今野さんを開始します。藤波清人選手、ジョアロパウロで。はい、石原さんありがとうございました。また決勝レース終了後ということで、すごくまだ熱気のある状態がすごくこちらも伝わってきましたね。ここでもう一度順位の振り返りをしてみたいと思います。 GT500 クラスがこのような結果となりました。そして GT300 クラスがこのような結果となりました。今日この結果を振り返ってどうですか。
いや、他の車がすごく速かったので最後の最後までドキドキしたんですけど1位取ってもらえてとても嬉しいです。本当ですね、 GT300 クラスは今回優勝できて本当にこのゲストエリアも大変盛り上がっていました。 GT500 クラスはまた少しずつ改善して次の富士戦は頑張ってもらいたいなと思います。さて、私たちもこの2日間のレポートも終わりますが、高橋さんの感想を教えてください。はい、2日間この学生 MC をさせていただいてとても貴重な経験ができました。私はこの今4年生なのでこのレース活動はこのレースで卒業してしまうんですけども、私の後輩がこれからもこの日産メカニックチャレンジという活動をしておりますので、学生の応援の方もよろしくお願いいたします。2日間ありがとうございました。はい、ご案内をお願いします。任せてください。次回は5月3日4日もこの日産公式アカウントで配信を予定しております。ぜひ温かい目でご覧いただければなと思っております。さて、日産メカニックチャレンジライブはモータースポーツは人を育てるというコンセプトでこれからも活動していきますので、ぜひ日産陣営の熱い声援を皆様これからもよろしくお願いいたします。それではまた次回富士戦でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。